あー、お腹痛い。はい、こんばんは。こんばんは。聞こえますか？聞こえてんの？なんかさっきからもうカメラ映らないわ、音声は聞こえないわで、もう一応再起動してきたんだけど。もうダメですね。フラッチ自体がダメなのかな？パソコンがダメなのおかしくないだろう。ね。OK ですか？ありがとうございます。いや、本当にね、今年もいろいろな方々ね、たくさんお世話しました。ね。お世話たくさんしたんですけどね。お礼の、金品ね、何も届いてませんのでね、まだ今日明日明日までだからね、振り込みたい方はね、僕の口座の方までね、直接振り込んでいただくかね、まあもしくはもう最悪ね、年明けでもいいのにね、金品をね、事務所の方へね、お送りくださいね。本当に今年ね、1年ね、いろいろね、本当たくさんお世話しました。お礼が何も聞こえてこないのでどうしたのかなと思ってるんですけど、ね、私はたくさんお世話したな、お世話しまくりの一年でしたね。
そうですか？あれ、おかしいな。大体の方、僕、お世話したんですけどね。もうとてもたくさんの方、お世話しましたけどね。お世話しすぎかなと。まあ、おかげさまでね、僕ちょんチャンネルもチャンネル登録者数は、108人ね。視聴回数が 89,095 回ってこと。残り905回なので、いけんちゃうかな、9万回ね、再生回数。うん、いちごさん、バカ、マジっすか、いちごさん、ありがとうございます。ちょっと待って、あれ。こういう時に限ってね、お数珠がないのにね、お数珠、あれ、どこ行った、お数珠。お数珠どっか行った。もうね、最近僕自分でもちょっと何、精神病かなと思うぐらいに、こう、いろいろなことをね、忘れたりとか、こう、準備ができない。邪魔ないですよ。ほんまに。ちょっと精神病自分でも疑い出してるんですけど、ありがとうございます。ね、波あれんけど。え、いいんすか、一号さん。ありがとうございます。ありがとうございます。本当ですね、僕、一号さん、何もお世話してない。お世話はしてないかもしれないですね。でもね、他の方々、たくさんお世話したのにもかかわらずね、もう、お礼もなければね、ご挨拶もないんですよ。まあ、世の中そんなもんですよね。ありがとうございます。もう、いちごさんね。なむなむ。いちごさんに世界平和と幸せが参りますので、なみょうれんげきょう。今年最後やと思います。ありがとうございました。たくさんの方お世話してね。だからね、ツイッターのフォロワーがね、なんかこう20人ぐらい減ってるんですよ、こう寝て起きたら。昨日1655まで行って、ね、そこから増えてるはずなのに、なぜかね、フォロワーがね、1634になってるの。これよくわからへん、この計算方法がね。まあまあ、でも YouTube の方のね、チャンネル登録者数は、今この時点でね、108人でね、視聴回数が 89,095 回っていうことでね、ありがとうございます。本当ね。YouTube の方ね。チャンネル登録108人。再生回数 89,095 回。89095、あってんのかな ?89095、あとな。本当ね。ということで。来年お世話。来年ね。はい。まあ、来年生きてるかどうかわかんないですけどね。ね、僕は YouTube で成功して、ね、YouTube でお金が入ってきたら、もうファッチなんかやらねえから。ふわっちなんてやらねえからな。本当に。こんな稼げないな。本当に。ビタイチも。今年結局、あれですよ。1月からふわっち始めて、丸々1年やりましたけど、ビタ1問もうてませんからね、ふわっちで。1円たりとももらってませんからね、僕。ああね、でやっと換金した、あれですよ、Amazon ギフトカードで買った制服がね、偽 JCJK 枠で着ようと思ってて、買った制服がね、切れないっていうね、最悪な状態でしたけどね。破けるわ、あれ、みたいな。右腕入れるので精一杯で、右腕入れた時点でもう右腕血止まってんのに、左腕に回らなくてね、にゃーにゃーって来たら、こんな状態。腕通したらこんな状態で、下げるとビリ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 みたいなね。さすが300円の制服はね、もう使い物にならなかったですね、あれね。まあ、送料が無駄400円ぐらいしたんですけど。700円、800円ぐらいかな、Amazon のポイントにね、皆さんからいただいたアイテムをね、ポイントに返させていただいて購入したんですけどね。まあ僕はね、痛くも痒くもなかったので、どっちでもいいんですけど、まあ痛くも痒くもない、お金的には痛くも痒くもなかったんですけどね、体的にはね、腕はきついわ、背中はパキパキするわ、で、肩はなんか、50型なりそうな、そんな感じでね、大変でしたけども。まあ、詳しくはね、配信で決めていただいたらいいのかな。そう、偽 JK 枠でね。偽 JK 枠するために27日、28日にね、間に合うように制服を買ったんですけど、その制服がね、女性用、レディースフリーサイズって書いてるのに、僕が着たらパンパンでね、っていうか着ることできなくて、ね、結局、できませんでしたけど。次はもうちょっとマシなの買おうかな。次買う必要あるのかな。
あ、そう。そんなイベントあったんですよ、28日までにね、28日の、夜6時か7時か8時ぐらいまでの枠であったんですけど、ニセ JK 枠の50位ぐらいにランキングされてましたけどね、6ポイントぐらいもらったんじゃないですかね、あのニセフワチちゃんみたいなね、そう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 、なんか結構ね、だからそういう細かいところにちょこ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 顔は出してるんだけど、あのガッツリは僕やらないタイプなので、ね、ガッツリしたってどうせね、あの大手が、すべて大手のためにイベントも何もかもこんなもんね、大手のためにやるようなもんだからね、こんな弱小過損死がいくら何も頑張ったところでね、何も得しないわけですよ。その辺をね、あの運営が分かってなさすぎる。うん、あの過損死がね、あの下克上できる何かを作らないと、こんなもんずっと永遠にこう大手が頑張り続けないといけない、うん、サイトですよ、そんなの。大手のためのサイトですよ。それでいいならいいんだけど。ね。ニコ生もそうやって衰退していったのにね、まあそれを追いかけてるだけっていうね。まあツイキャスもね。ツイキャスに至っては、あの何、いくら枠開いても、なんていうの、リスナーさんっていうか視聴者数ゼロだからね、永遠にゼロだからね、あっち。まだふわっちは優しい方ですよ、これ。こんな枠でも枠開きゃね、まあ30分くっちゃべってたら、合計人数10人ぐらいはね、普通に行くんですけど、ツイキャスはね、いくら喋ろうが何をしようが全然増えない。まず人が来ないから。あれやばいよね。ツイキャスってほんまやばいよね。なんかもう、ツイッターのフォロワーがたくさんリアルでいてる人がやるための、なんかこう、配信のね、アプリになってて、なんていうの、僕みたいにツイッターフォロワー数だけはあってもね、これ、ほとんど業者だから。これ業者だから、業者のね、ツイッターフォロワーが1600人いたところで誰も見に来ないから。フワッチもそうでしょ？フワッチも通知を、昨日までっていうか、これの前の枠までは、無通知にしてたんですけど、ね、非通知にしてたんですけど、通知したところ誰も来ないでしょ？ね、それぐらい、通知しても来ないのに、ツイキャスなんてもっと来ないからね。まあまあ、そもそも1600人中ね、だいたい1600人ぐらいは業者なので、リアルでコメント書いてるやつなんかほとんどいないんだから。まあ僕のね、YouTube の僕のチャンネルもね、チャンネル登録者数108人行きましたけど、ね、108人中108人はね、これ業者ですからね。で、この視聴回数はね、ここだけの話ね、某掲示板で宣伝してるから上がってるだけ。某掲示板でね、URL 貼ってるからこれ視聴回数あるけども、これ貼らなかったらまた2日で300とかになるから。1日200回再生されたらいいとこかな、ぐらいなね。これでも某掲示板に宣伝書くと、もうすでに推定視聴回数、この2日間でね、1200回っていうね。っていうか、今日1日だけで1000回ぐらい読まれとるから、これね。それでいいのよ。楽勝ですよ。だもんね。ちょっと再生されたい動画があったら、その URL をね、あっちゃこっちゃに、掲示板に貼り付けていけばいいの。もうそんだけで1000回ぐらい視聴者数取る、視聴回数取れるから。何を文句言われようが何をしようがね、再生されたもん勝ちですよ。わかります？ね、いろんなスレでね、死ね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 書かれてますけど、ね、あ、暇なやつおるねんな、うん。こっちは宣伝で貼ってるだけなのにね、その宣伝の言う、レスに対してね、一生懸命死ね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 書いてるんですよ。後をかけてきて。すべてのスレでしね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 書いてんのよ、この子。大変よね。そんなことしてる暇あったら、もうちょっと生産性のね、あることを考えればいいのにね。必死。自分ができないからって、もう必死こいてね、もうすべての僕のレスに対して、しね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 ってね。あ、僕のレスじゃないですけど、僕が書いてるわけじゃないですからね。うちの宣伝部隊がね。宣伝してくれるわけですから、こうやってね、置いておくとね、すごい楽ですよ、本当に。もうそれだけで、まあ、1日1000回再生されるとね、まあ、およそ100円ぐらいが僕のね、懐にチャリンチャリンって入ってくる予定なんですけど、本当に入ってくるんですか、これ、YouTube。YouTube のお金っていつ入ってくるの、これ。いまだに入ってきたことないんだけど。6年前の AKB は若いな。
コード大賞ですけどね。まあ、指原以外誰も顔わかんないんですけど。ああ、山本はおるな、大阪出身のね。指原と山本以外にも名前がわかんないんですけど、AKB って。そもそもだって山本、あれ、なんて読むんですか、名前、下の名前わかんないですけど、あれもあれでしょ、NMB でしょ。ねえ、よくわかんないです。モーニング娘。ももう誰一人名前わかんないし。大変ですよね。みんなアイドル、これアイドル、これってアイドルなの？グループ？歌手？何？こういうコーラの名前ってみんなどうやって覚えてんの？覚えてんの？そもそも。何々ちゃんとかでもわかんないんだけど。あ、2号さん、明けおめ。遅いっすよ。もう春ですよ、あなた2号さん。もう今更明けおめって、もう今年変わって何ヶ月経ってると思ってんすか。もうね、もう早かったですね、ほんとね。そりゃね、ここ2、3日ずっとゴロゴロしててね、ガンダムオンラインしかしなくて、誰とも喋ってなかったらね、そりゃね、こうなりますよ、本当に。本当に。あれですよ、年末年始やからって、引っこもってなくてね、ちゃんとね、外行って、ね、人と接してね、挨拶とかした方がいいっすよ、君たち、本当に。ねえ。引きこもってゴロ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 して、なんの生産性もない、ぼーっとしてるよりもね。ニコさん、ニコさん、ニコさん、メガホン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 、妙好人也哟，那妙好人也哟，那妙好人。二号さん、二号さん、二号さんにとって来年はとても素晴らしい年となりますよ。いけたないわ。もう歌もわからないね。あ、これ左はわかります。左は。これね、京都の子です。京都の何やったかな？何やん？名前が出てけ。なんとかやんですよ。なんとかやん。ね、たまに夜中の番組で京都案内してるなんとかやんですよ。それぐらいしかわかんないわ。で、篠田は辞めたんですか？篠田も辞めたんですか？篠田も辞めて、何やったっけ、目ん玉ぷくぷくのあれも辞めたんですか？マユユ？え、マユユってやめたんじゃないですか？マユユってまだいてるんですか？なんかもう、入れ替わりすぎてわかんないでしょ？こんなんあり？こんなんありですか？モームスもそうですけどね、いろんなこの、グループって、名前だけそのままでメンバーだけ入れ替わっていくって、こんな体制ありですか？これって、すごくないですか？これ覚えれないでしょ？こんなもん。ね、全然わかんないんですけど、本当に。覚えれないですよ、こんなね。モームスは後藤真希。ああ、指原は、モームスじゃないですよ。モームスは、あれですよ、安倍夏美ですよ。え？ゴロゴロゴロ。まゆ、これ山本なんとかがセンターになっちゃったの？よくわかんないです。もうでも、あれでしょ、もう1年、2年したら、これまた女の子入れ替えられるんでしょ、これね。風俗場じゃない、風俗店じゃないんだからね。ここで、きつねちゃん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 、ふぜ、ごかうぜまーす。ありがとうございます。皆様でご賞はくださいね。南妙蓮華経、南妙蓮華経。なんみょーほーれんそう、なん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 。きつねちゃんにね、きつねちゃんに来年もきつねちゃんに平和と幸せが舞い降りますように。なん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 な
おじさまおにゃんこ世代、あね、まああれですよ、おにゃんこ世代言うてもおにゃんこクラブの新田恵里以外誰も分かんないですけどね、新田恵里と渡辺満里奈ぐらいしか分かんないですけどね、あの頃は良かったね、アイドルも覚えやすいしね、ムチムチの女子、現役女子高生が制服でね、テレビ出てるわけですよ、ね、もうそれが何も、なんでも国家保護にしすぎでしょ、こんなもん、なんでもかんでもね、なんかこう、そんなを守るからね、あれですよ、何もおじさん方の楽しみもなくなってね、いい、なんかこう、なんていうの、景気にならなくてね、JK たちは自分の体を売るわけですよ。わかります？金牌っていつなんかわかんないですけど、またパッドに金入れなかんの、マジで、また。かわいそうのか、そんないましたね。いました。かしわし娘ってなんですか、君のよ、大きな何兆か娘ってやつね。某掲示板に宣伝した割にちょっと あれですね、視聴者数がその視聴回数がそんなの伸びてないですね、これね、そんなの伸びてないな、ちょっと頑張って伸びてくださいね、もう今どうせあれでしょ、いろんな掲示板とか、まあここのサイトもそうですけど、もう見てる人が一緒だからね、もう毎度同じ人が見てるだけだからね、こう、まあ新しいアクセスも増えざい感じでしょ。それしゃあないですね。またしゃあないですよ。致し方ないことですよね。これはもうね、甘んじて受け止めないといけないのかなと。マジですか？マジですか？ありがとうございます。何、マジですか？マジですか？いいんですか？いいんですか？ありがとうございます。ありがとうございます。いちごさん、いちごさん、バーガー、ありがとうございます。バーガー、ありがとうございます。2個目じゃないですか、バーガー、もしかして。2個目じゃないですか、これ。マジですか、これ。なんか、この枠、えらいアイテム飛んでんだけど、ありがとうございますね。ありがとうございますね。いちごさんにね、ご紹介くださいね。南妙蓮華経、南妙蓮華経、南妙蓮草、南一号さんに世界平和と幸せが参ります、飲みに行くんですか、マジですか、南のスキャバかなんか、ね、あんまり高いところやめときましょうね、キャンディーズババア、キャンディーズはもう大昔からババアでしょうよ、僕が子供の頃からいてるんだから、そのもうババアに決まってるんじゃないですか、それ何の歌でしたっけ、ああ果てしない夢を追い続け、追いかけてじゃないでしょ、追いかけて雪国でしょうよ、あー、1号さん、ラフありますか、もう一個バカ、もう一個バカ、あーざまーあれ、2個、え、3個、バーガー3個目、バーガー3個目、マジで、え、3個目、あ、バーガーあざます、1号さんあざます、南妙蓮華経、南妙蓮華経、南妙蓮華経、いちごさんに今年もでしたけども、来年もさらなる世界平和と幸せで参りません、ね、なみんなが安よ安よ言うから、なんかもう大体安よとも見てたら、なんかうちの嫁かなって勘違いする、全然似てませんからね、似ても似つきませんからね、あんなごつかったら嫌やわ、怖いわ、あ、マジですか、なんかそんな毎年毎年なんか正月番組とかになったら出てきてたあのおばちゃんがもうとうとういなくなりましたかね、さあもう勝田さんしも最近テレビも出てきませんしね、
横山のやっさんはもうだいぶ古くないですか、それ。僕、子供の頃やと思うんですけど、それね。うん、ね、で、清志を一人でずっとやってんのね。さ、もうだいぶ前からやと思いますけどね。マジで桂三氏、ええ年でしょ。ええ年なのにまだ浮気してんの、すごいな。すごいですよね。やっぱ芸能人って元気よね。まあ、それはそうですよ。まあ、ここだけの話ね、桂三氏なんて、僕が二十歳の頃だから25年前なんて、毎日のようにね、北新地で飲んでたんだから。うん、そんなもん、浮気とかいうレベルじゃなかったと思いますよ、あれ。愛人、もっとすごいかな。そんなのがいっぱいおったんちゃいます、そら。毎晩北新地いましたからね、毎晩。うん、ほぼ毎晩。あ、また三氏おるわ、みたいな。うちの店だけですね、結構見るんだから。そんなもん、毎日、ほぼ毎日おったんでしょうよ。ね、中曽根康弘ってもう80歳、90歳ぐらい、うん、ね、もう年ですよね。三氏ね、見たでしょ、もう今僕が北新地行かないか分かんないですけど、もうだって昔のようなね、その北新地自体にそんなステータスがもうないですからね。昔はこう、北新地で飲むって言ったら、ああ、やっぱりお金持ち、成功者ね、芸能人、人気者っていう、ね、ステータスがありましたけど、もうすでにね、うん。だって北新地にね、100円の回転寿司とか、あと、天一もあるしね。うん。もう普通にね、目の前にうなととかもあるしね。うん。100歳手前、マジで、もう90何歳なんかさ、すげえな。吉本は大体みんな見た。マジですか？吉本、逆に僕、25年前はまだ、吉本の芸人って、あんまいなかったかな。プロ野球選手がね、いましたけどね。阪神の選手僕よくわかんなかったんですけど、巨人の選手で言うたら、木田幸太あたりがね、もうまだ現役の頃にね、よく甲子園で試合があると、甲子園やから西宮のはずなのになぜかね、北新地でプロ野球選手が飲んでるっていうね。あ、だから、そういうね、すごい人らが、居酒屋とか行ったら大変なことなんでしょ？お店に迷惑かかるでしょ？ね。だから、一般人が来ない、ね、そういう隠れ家的な高いお店で飲んだり食ってっていうのはよくわかるんですけど、ね。うん。いや、もうそういう人のための場所ですよ、本当にね。もう今なんかもうその境目がなくなっちゃったからね。誰でもこんなのに、インターネット使えばこんなんで配信できちゃったりとかね。しちゃう時代ですから。ね。まあ僕も YouTuber ですから。チャンネル登録者数108人を誇るね、視聴回数8万9095回を誇るね、YouTuber ですから。北新地ね、僕がウェイターしてた店はね、座るだけで5万円でした。ハウスボトルがヘネシーで、座って5万。ハウスボトルって言えへんが、キープしてるもんな。すべてオンラインでね、その人のボトルなんかないんだけど、本当は。だからボトルに落書きされるとバレるんですけど、ね、書くなよと思いながらね、座って5万のお店をしてよ。北新地は四ツ橋筋側のタバコ屋の灰皿を用使う。